はい、どうも、松です。どうもどうも。今日もですね、フューリーワールドやっていきたいと思います。で、前回は1回クッパさんをね、退けることに成功はしたんですけれども、また逃げられてしまったのでね、また引き続きやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとママに乗っていきましょうかね。で、多分だけど、あの灯台がさ、わーってあるところが取れてないところだからさ、ここ取ろうぜ。ここ近くて遠い猫社員。これ思ったんだけどさ、この壁猫だったら残るんじゃないの？あ、無理なのか。分かった、じゃあちょっとやっていきましょう。引き続きちょっとこれは多分ね、あ、あるやん、あるやん。あ、これ下行けんの？行けない？あ、通れないのか。あれ、どうやって通んだろう。あ、ママで潜っていくとか、そういうことじゃない。あれ、普通にこっちから行けるじゃん。あ、行けた。わあ、そういうことか。まあ、壁見えないけどよく見たらいけますよっていう話だねこれね。お、ここいけない。え、これはどっちから行くんだ。痛い、そんな。で、こっちは、あ、いけないのね。はい、あ、あっちなんかあるじゃん。道見えないんだけど。わかんない、わかんない、わかんない。ここの上に登れるのは分かったんだけど、その後、あ、あいつ転がしてんじゃん。これ避けながら行けばいいの、簡単じゃん。おい、痛い。全然簡単じゃなかった。あ、上にも透明コインある。これちょっと待って、なんかさ、さすがにさ、アイテム使おうぜ。タヌキちゃんしよう、タヌキちゃん。ほい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 、ここにあるね。これ落ちちゃう。うわ、落ちちゃうね。最悪だねこれはね。 OK、 ここまで戻ってきた。これさっきのタヌキちゃんがいたとこだね。タヌキちゃんだったのかは分かんないけど、段差があるぞこれ。ちょっと待って、よく見て、よく見て。 OKOKOK。 え、お前さ、ありがとうだけどさちょっともうちょい俺がなんかしたかったよ。まあいいけどね、ありがとう、ありがとう。で、これヒップドロップ意味ないだろう。お、下行けんのかこれ。お、そういうことね。なぜか炎になりまして、あ、鳥さんがいるところは道があるぜっていうことだな。まあそういうことか。これ気をつけて、この先ねえぞ多分。お前クッパさ、お前が先に行くからさちょっと待って、俺は道が分かんねえんだよ。なんてことしやがるあいつ。あ、なんか塔みたいのあるね。分かった、分かった、そういうことか。オッケーオッケーオッケー、いいよ。あ、そういうことか。これさ、ファイアーボール使ったらさ、道表示されんのか。あ、なるほどね。うわ、それでファイヤーが出てくるのか、ここに。そういうことか。うわ、すげえやりやすくなった急に。お、そっちにもあんだね。了解了解。ここか。オッケー。スターだ。スター意味ある。ここ。これ上は穴もないな。気をつけて。多分こっち戻ります。ちょ、見えない見えない。まあ、この棒を気にせずいけるよっていう感じなんだろうけど、まあ、別に僕は大丈夫ですよ。こんなスターに頼るようなね、俺じゃないんでね。最悪。嘘だろ。わ、なんかこれさ、その場でヒップドロップしたらさ、ちょっと先まで見れるようになった。これ知らんかった、そんな機能が。よいしょ。わ、すげえなこれ。めちゃめちゃいいじゃん。こっちなんかあんだよね。さすがになんもない。わ、なんだ、そんな機能あんのかい。さあ、そんでこっち進んでいきまして、あ、こっちだね。よいしょ。 OKOK。 よいしょ。いや、マジでさっきの急な穴開き段差は想像つかんかったわ。あ、なるほど、そういうことか。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、よく見ろよく見ろ。ここだね。オッケーオッケー。はいはいはい。怖え、これ。これ下、あ、いけるな。ちょっと待って、あ、いけるいける。待って、ここ、よし。ほんで、あ、これだね。オッケーオッケー、取った。むずすぎ。落ち着いていこう。これヒップドロップできるって気づかない人いるだろう、このように。無理だよこんな。あ、ちょっと待って、これはどこに道がある。ここまで行ける。はい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 。オッケーオッケー。怖いなこれ。あ、もうこっから先はもうタヌキで取るしかない。お前、お前あれいけるか、これ、いける、これ、これ、いけ、これ。オッケーオッケー、ナイスナイス、よくやった。え、ここもしかして初のフルクリアできんじゃない。
だってこれあれだもんね、猫なんだろう、10円玉5枚集めて50円ゲットしたみたいな感じでしょ。まだ50円玉あるもんな。すごいいいエテムよ。待って、これはこれどうなってる感じ。真ん中の輪っか取っていけよって感じだろうな多分な。気をつけて、ここ OK 来た、よし来たー。え、これどうやって出んの待ってこれどうやって出んの、大丈夫、ま、灯台キラキラはありがたいんだけど、あ、なんかめっちゃ輝いたよ。あ、全部ゲットしたよ的な感じ。 ありがてえなこれは。よし、オッケー。まさかこんなところで2個も一気にゲットできるとは思わんかった。ラッキーラッキー。じゃあですね、まだ行ってないとこ、この辺コロッセオ島行く。でもコロッセオ島って俺行かなかったっけ。 あれか、オッケーオッケー。ママ乗せて。そういえばこのママプレッシーっていう名前があるらしいね、知らんかったけど。せーの、ほい、オッケー。これはどこから入るんだろう。対決猫ブンブン、猫ブン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 ってあれだよな、なんか中ボスみたいな感じだよね。オッケー行こう。これ出てくの、どっかから行けんのか。あ、なんか落ちてる、ラッキー。これはもしかして上から行かないといけない。猫マリオ使わなきゃダメ、使おうか。これで違ったらやだぞ俺。合ってるな、合ってねえな。え、どうやって行くのこれ。ちょっと待って、回っていくんかな。道がどっかにあるはずなんだけど、あった、全然いけんじゃん普通に。しかも猫になったのこれ失敗じゃねえか。ちょっと猫ブンブンと戦うでしょ。来た、ファイヤーとかの方がいい気するんだけど俺。ちょっと待って、ファイヤーとかにしようか。ちょっと待ってね、これか。 OK 行くぞ。これどうやって倒すの、ジャンプ。お前さ、ちょっと待ってよ、俺が戦い方模索してる時に攻撃すんなよクッパ。ジュニアって言わなきゃダメな。ちょっと待って、お前はね、まあ、聞かないってその状態では。すごいなあいつの。あ、待って、やばい、え、見えない見えない、どういうこと、見えなくなるとこあんの。うわ、透明化してる、危ない危ない。これヒップトロップしたら見える、なんないなんない、見えない見えない。オッケー、よかった、倒した、あ、倒したな。あ、オッケーオッケーオッケー。なんかすごいこんな見た目だったっけ猫。 OK、 まあとりあえずコロッセオ島はクリアしたね。でこのステージにもあの猫コインみたいのがちょくちょくあるから、それをねちゃんと取っていきましょう。おお、体力だいぶ削れてんな、すごいな、ありがとう。何に対して感謝を述べたんだ俺は今分からんけど、なぜだか口から出たありがとうがあったな。お、消えた、あ、なんだあれ、うさぎちゃんみたいなの出てきたね。でも今滑舌悪かったけど、さあコインを取って、であれ、ここになんかなかった、あれはなんかマークついてるけど、これはなんだ、これは多分ね、俺は猫の肉球だと睨んだ、タヌキの可能性もあるけど。え、こっから上行けよってこと。うわ、合ってるんかい。ちょっと待って、なんかあるか、ここ乗ってみる、ほい。これ裏が、え、耳寄りのお知らせ、コインを集めてみていかが。あ、そういうことなんだ。これ上の方光ってんのは何なの、あの前回もさ光ってていけなかったけど。ちょっと待って、これ登れないの、これ、あ、登れないな、あ、登れるんかい。これ何、ヒップドロップ、あ、ベルでゲット。うわ、そういう仕組みね。これ後ろからなんかいけんのかな、ちょっと無駄なことするのやめよう。 OK、 じゃあちょっと猫ちゃんコインを取っていきましょうか。これ1個、危ない危ない、あそこから飛べるようにはなってるけど、でもこれ下にもまだあるから、あれ取り行こう、よいしょ、これだね、はい、登って、あと2枚あるはずなんだよな、どこにあるかな。え、あと2枚ある、ないな、見つかんねえわ。まあ、いっか、見つかんねえなら見つかんねえでいいよまたいつか取りに来ようぜ、またいつか会おう。ちょっとあの気になるウサギちゃんのとこ行こう、はい、こっち、あれ消えた、あ、いた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 、お待ち、え、逃げないで逃げないで、あ、捕まえろ的なやつかこれ、え、ついていきゃいいのか、どういうこと、
これ何、これ何をされてんの俺は今。ちょ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 、逃げんな逃げんな、待って、全然捕まらんのだけどこの人。あ、いける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 、頑張れ頑張れ、いけない、ギリ届かん、何これ、これ何し、あ、できた、おお、もらえた、結構頑張ったよ今。そんなお前は逃げる理由あった？まあいいや、じゃあちょっとあと1個手に入れたらクッパさんボコボコにできますんで、ちょっとマップ見て、ここかな、行ってないのな、1個取ってないもんね、この辺は取ってるけど、対決猫ブンブンもう1個なんかあるのかな、これは、あ、取ってるね、ここ行くか、ここプロペラ、わ、なんかこれヒップドロップしたらまたできるやつあるな、これなんかまたプロペラ登って上に行くやつやっていこうか、うわ対決だこれ、ちょっと待って、タヌキ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 じゃなくてもいいか、フラワーでいいか、皆殺しにしてやるよ実況者が絶対に使ったらいけない言葉、あー、なんてこった、クッパジェニア、あとはお前に任せた、よろしくな、よし、よくやったあいつマジで万能だな、何でもできんな、さあこれで20個目かな、よし手に入った、さあこれで OK、 ギガベルが目覚めることができるね、 OK、 来た来た来た、ナイスタイミング、ママギガベルのとこ連れてって、ちょっと待って、どこ、こっちか、行くぞママ、急いで、今日もやつに勝つんだよ、そのためにはママの手伝いが必要だからね、頼むよママ、ママ援護してな、水鉄砲とかできそうだしママ、おらら、さあ行くぜ、準備はできてる、さあ来い、どこだ、どっから来る、行くぞ、さあ何回目か分かんないけれども、もう戦い方慣れてっかな、行くぜ相棒、よっしゃ、これ大丈夫かな、またなんか新しい攻撃パターンとか増えてそうだな、さあ行くぜ、そう、耳がかい、耳がかい、戦う前に耳かいとけ、耳、よし、体力半分だもんな、もう、あれ、いきなり甲羅、何それ何それ何それ、知らん技すんなお前、うわすごいなこれ、これ壊すのか、うおー飛び跳ねるんかい、待って、どこ行った、見えない見えない、うわー怖い怖い怖い、なんとかなってるけど、来るよ、待ちちょちょ、やばいやばいやばい、なこれ、危ない、ちょっと待って、怖い怖い怖い、なんとかなってる、やばい、炎か、影に隠れて、なにこれ、え、これ持てんの、うわ、これで攻撃するのかもしかして、ちょっと待って、避けて避けて、オッケー、いい感じ、そうっぽいよな、これで攻撃するっぽいよな、いけ、おら、やばい、どこ行った、ほっ、よいしょ、多分ね、でもやっぱあのトゲはね、攻撃目的に使うと思うんだけど、もうなくなっちゃったな、ちゃんとね、新しいギミックはね、慣れといた方がいい、さあ来るぞ、オッケーオッケー、でこれ掴む、待って、掴めない、オッケー、おじゃ、オッケー、ほらほらほら、待って、ちょ、今チャンス、食らえ、オッケー、ラス1、これいいじゃん、めっちゃどついてやる、これで、おらやばい、マリオらしからぬ倒し方してな今トゲぶん投げてぶっ刺すっていう、これでまた、おお、あ、これエンディングの時のやつだ、これまた地図広くなるぞっていうやつだよね多分ね、違うかな、平和が訪れましたよーじゃん、でその後なんだよ多分だけど、また右下のヨッシーママかわいい、プレッシーだっけ名前、かわいいなあの人、好きだな、オスかなメスかな、結構大事で、これでまた新しいステージが出てくるのかな、なんかサッカーゴールみたいな、船かな、サッカーゴール、どこにサッカーゴールだ、サッカーフィールド、うわなんか完全に新しいマップだね、火山みたいに出てきた、
お前マジで何も役に立たねえな。あ、怒られるそんなこと言ったら。向こうの滝の上、オッケー、任せろ、一緒に行こう。おお、え、全部出たやん。あれ、次倒したらもしかして終わり？わかんない、この外があるかもしれないな。もしかしてこの縁の外かな、あるかもしれないな。オッケー、じゃあということで今回はこの辺で終わりましょう。で、次回パートはね、また新しく出たあの辺をね目指して頑張っていきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。また明日の10時にお会いしましょう。バイバイ。